今日はオンライン話し会があったんですけど、来てくださった皆さんありがとうございました。やっほー。すごいね、もう皆さんが来てくださった皆さんが優しくてですね本当にもう花粉症大丈夫とかお疲れ様とかすごい優しくてですね、めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございました。次にお話しするのは多分福フェスの特典会とかか、まあ、特典会はどういう感じかちょっとまだ分かってないんですけど、特典会か広島のお話し会だと思うので、リアルお話し会よろしくお願いします。こんばんは。そうなんです、花粉症なんですけども、今は家帰ってきた今はめっちゃ落ち着いてるんですけど、もうお話し会場中と朝家出た瞬間がやばかったです。あともうお話し会中が本当に咳が止まらなすぎて死にそうでした。おえつの咳でしたびっくりさせちゃったかも。ちょっと目がかゆい金曜日のイベント行きます、待ってます。そうなんですよ、やっとなんか落ち着いてきたっていうか、もう今日は本当にダメかもしれないってぐらいしんどかったんですけど、なんとか無事終えました。うん、まあ体調悪い時のお話し会は大変、なんか体調悪いっていうか喋りにくい時はしんどいですね。でも皆さんが優しかったので楽しくできましたありがとうございました。コンタクト辛くない、今日はコンタクトつけてないです、だから目が痒くなるので。ありがとうございました。ちょっとね声がまだ出しづらくて、今日も京都でちょっとちっちゃめの音量で配信してるんですけど、聞こえますか、聞こえるか、さすがに聞こえるかうん、今日はお話し会ありがとうございました。こちらこそ無理しないでね、大丈夫です大丈夫です。こんばんは、こんばんは。なんか色が薄いのでちょっとだけリップを持ってきたいと思います。ちょっとね、あまりにも色がないかも。よいしょ。全然出てこないんですよね、繰り出しても繰り出しても。おきちゃんの部屋来たことないメンバーの方が少ない、いや来たことあるメンバーの方が少ないです。
全然入れないです。入れてるように見せて。本当に限られた人っていうか、タイミングがあった人しか入れてないです。そうなんです。福祉で使おう記者のうちは作ったよ。ありがとうございます。急に来ても入れてくれないの。急はちょっと入れないかも、さすがに。15分ぐらい待たせたいな。誰が来たことあるだろう。一期生だと、葵さん、みちゅさん、あかりんさん、ひなさん、みなみさんかな。でドラさんだとマイキューで、二期だとさやかりん、さやかりん、意外にいないかも。ぐらいかな。なんか意外にいなかった。なんか外でご飯食べること多いけど、そんぐらいですかね。多分今言ったメンバー以外は来たことないです。ソラハ来たことないの。ソラハは入れないです。来たことないじゃなくて、あの入れない。あの勝手にコロコロかけそうなんで、あの入れないです。昔住んでた時は来たことあるんですけど、その時も勝手にコロコロかけてったんで、あのもう入れないです。あの私が行きます、逆に。すぐあの掃除機かけられちゃうんで。くらいかな。意外になんかご飯行くのは多いけど、3期は誰が最初になるかな。3期生ね、誰が。でも本当にね、なんか自分からどうぞどうぞって言ってるわけじゃなくて、本当になんだろう、ご飯食べたいけどお店がなかったって時とか、もう遅いから帰るのやめなよって時にしか泊まらせないっていうか、本当にあのあんまり自分のスペースにそんなに人を入れたくないタイプなので、意外に少ない。って感じです。なので来たメンバーはあのだいぶあれですね、好きが心許してる感がありますね。まあでも泊まったことあるのは本当にマイキューとみちゅさんぐらいかも。あ、でもこの間のみなみさんとひなさんがここで泊まったっていうか、あのもう夜遅いから朝までここにいましょうっていうなんか感じで、あの寝床を提供したぐらいはあったけど、基本はそんなに泊まらせないって感じのね、なんかそういう感じかな。さやかりんは朝までここで一緒にアニメ見て、あの朝帰ってきました。でも寝てないんで、はい、
滞在時間4時間5時間ぐらいって感じそうですね、楽しかったですね。また一緒に遊ぼうっていう話をしました。そういうのが多いかな。徹夜は一泊にカウントしない、してないですね。一泊にカウントするのはお風呂貸してあげてベッドで寝さしたらもうそれは一泊なので、そう考えたら二人しか泊まりに来たことないかも。自分も自分家じゃなくてお店とか人の家の方が好きですね。自分家は落ち着かない。自分一人でいるなら落ち着くけど、自分の家に自分以外の人がいるのがあんまり落ち着かないです、共感する。あ、本当？嬉しい。ちょっと一緒の考え方がいて今日もクール、クールではないけどクールなのかね漁られたらやばいものがいっぱい。なんだろうな、何かあるかな。なんか何漁られたら嫌だろう。でもそんなにね、見られてやばいものはないかも。まあ、強いて言うのはちょっとこうクローゼットがごちゃごちゃしてるぐらいかな。服がもうやばいです。いっぱいありすぎて、なんかたまにクローゼットの中で雪崩を起こしてるなんか自分ね、月にめっちゃ服買っちゃうんですよ。1ヶ月にここまで買おうっていう自分ルールがあって、その定義の中で買うからもうね、雪崩が起きる。よくない、断捨離しても断捨離しても何着ぐらい、何着っていうか何円までって感じですかね。そんな10着とか買ってるわけじゃないけど。そうなんです。まあお話し会とかある時はより買いがち。そうなんです。同じ服は着ないタイプ。いや、着ます着ますそんなセレブ思考ではないです、さすがに。細木和子さんみたいな感じかな。ただワンシーズンのものはワンシーズンしか着ないって決めてるから、結構安いものが多い。なんかコートとか以外だったら、なんかこのシーズンはこの服はもうこの夏しか着ないって決めて買うから、なんかすぐダメになるあんま良くないのかもしれない。だから1年前での服を次の年にも着てるときは本当に好きな服、お気に入り第一軍って感じですかね。靴下にこだわりは、靴下にこだわりはないです。私は2年前、去年一昨年ぐらいに持ってる靴下全部一掃して同じ
真っ黒の靴下を20足ぐらい買って、どれが右でも左でもどれを選んでも一緒になるように全部同じの靴下を買いました。なので靴下はこだわりが全くないです。もうどれを選んでも毎日同じ靴下です。なんかたまにファンの方がもらったキャラクターソックスとか、なんか見せる用の靴下とかあるけど、それ以外はもう真っ黒でもめっちゃいいですよ。朝のバタバタのひと手間がなくなります。片方なくなる、そうなんですよ。なんかすぐどっか行くから靴下は。なのでね全部一緒にしてしまえば楽です。で、あのファンの人からもらったやつと分けて、あのプライベート用というか自分が毎日履くやつはここって真っ黒のゾーンで、ファンの方からもらった方の引き出し開けたらもうなんかちいかわ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 みたいな感じでバラバラ、本当に一人部屋に見えない感じの収納になってますチーカーの靴下めっちゃ多いキャラクターものそんな感じかな同じような青いシャツも5着ある。服はないかも。でもなんか私服登校の学校とかの人たちは大変だなって思ってただからなんかね、制服とかにしてしまえば楽かもね、そういう人たちは服まで揃えたらスティーブ・ジョブズ。確かにジョブズはもう同じやつめちゃくちゃ持ってるから確かにありかも花粉症、そう多分ね、なんかまだちゃんと病院行ったわけじゃないけど、なんか自分的にそうなんじゃないかなって思ってたりする咳フェチに目覚めてしまいそう。咳フェチとかあるのそれは知らんかった多分喋ってるのもなんかあるのかも。あんま家で一人でいるときは咳出さないんですけど、なんかメンバーと話してたりとかお話し会のときとかが一番もう聞き自分でも咳しながら、あーすごい聞き苦しい咳を今してるなって思いながらちょっとやってしまいます。でも昨日私が多分ショールームで、なんか明日多分咳いっぱいしちゃうんですけど気にしないでくださいねって言ったので、もうか結構スルーしてくれる人が多くて、そのまま多分私が多分喋りづらいってことを察してくれたのかな。なんかそれまでは結構私が喋らないと喋らないタイプの人がいるんですけど、なんか
イエスかノーかの質問をして答えてくれるって人がいるんですけど、私が咳し始めたら初めて自分からファンの方から話しかけてくれて、この人話触れたんや、優しい、ありがとう、ガッハハハって咳しながら、なんか優しいって、多分話すの苦手だろうにありがとうって思って、めっちゃ優しかったありがたい。多分本当に自分から話振るの苦手なタイプなんだろうなって思うんですけど、だから私もその人が自分から語らなくていいように、なんかイエスかノーかでしかなんか話してなかったんですけど、なんか優しかった、嬉しいですね、うん、なんかありがとうございますって思いました。そうなんです。そう、頑張ってくれた嬉しいです。別にお話し会はまあお話し会だけど、まあ、顔見る会だけでもね、全然その人の楽しみ方なんで嬉しいですね、会いに来てくれたのが完全にイエスかノーかの質問、なんか自分のことをパッて言葉にできない人だから、だから今日簡単な質問ではいって言われたら、自分がそっから話せるようになれば自分がずっと話してるって感じ、でも自分が勝手にそうやってるだけだから、もしかしたら嫌かもしれないけど、個人的には、相性合ってるんじゃないかなとは思う相性合ってたら嬉しいなと思いますね。まあそれはその人と私のあれなのでね、全然他の人がそうしろってわけでは全くないんですけどガサガサお水飲もう、ちょっと失礼喉飴ないの、あるある、お話し会場にいっぱいあるからね、いっぱいもらって帰ってきたふふ、無理しないでね、大丈夫です大丈夫です、ただ声が出しづらいから、もしかしたら面白くないショールームになってるかも申し訳ない、全然中身は元気なんですけど側がちょっと大きい声が出せないっていうね失礼しました。まあでもたまにはのんびりやるのもあれかもしれない。大丈夫かい？大丈夫です、ありがとうございます花粉症持ちだから分かります。あ、本当？
しんどいですよね大変よね。うん、咳と花粉関係ないと思う。いや、あるらしいんですよ。なんか私も調べたんですけど、花粉症くしゃみだけじゃなくて咳の人もいるらしい。だからそうなんかなって思ってるけど、どうなんだろう、本当に違ったりするのかな。まあ行かない限りは分かんないよね。でも今日花粉症の先輩方から、ファンの方のね、いっぱいね、なんかいい薬とか聞いたので、試してみたいと思います。もうすぐ広島のお話し会なのに体調が悪すぎていけるか心配。体調悪いの？あともう何日か後やけど、待ってます。頑張れ。まあ頑張れって言ってもあれだけどね大丈夫なの？大丈夫です。ありがとうございます体はめっちゃピンピンなんです。こう見えて、おえつしたくなる咳っていうだけで見てる人からしたらちょっと不快な咳かもしれないんですけど、あのね、こう一応ピンピンなんですいませんね花粉症の薬は合う合わないがあるからいろいろ試した方がいい。あ、そうなんだ。なんかそんなに、なんか多分花粉症今までなったことなくて、多分去年か一昨年ぐらいからだから、まだ全然分かってないんですよね、薬とか試してみたいと思います。皆さんは今日が日曜日で明日月曜日ですけど、来週からいろいろとね、福フェスとお話し会とファンミがあります。ファンミのメールって届きましたかねアンケートみたいな、なんか今日お話し会でなんか届いてたよって人が何人かいたんですけど、ちょっとね、今後のっていうか今回のファンミに使うと思うので、よかったら送ってみてくださいアンケート届いてると思うので、ファンクラブ会員の方がうんうんうん、確認してみます。ぜひ確認してみてください。よろしくお願いします番組に来られる方、ぜひぜひあしたの12時までだ。明日の12時までにアンケートです。まあそんなすごい大したことをするってわけじゃないんですけどなんかね、皆さんの見たいオキポが見れるようにっていう企画です、うん、アンケート答えました。ありがとう。ちょっとお水飲もう。失礼します。一杯いただきます。
お水をいただきます。給水タイム。ちょっと長めの。お待たせしました。お腹がチャブチャブだ。ごくごく。じゃあ今日は早いんですけど、そろそろ配信終わりたいと思います。ちょっと30分くらいしかしてないんですけど、今日は、はい、ありがとうございました。楽しかったです。13位エリオさん、12位マップさん、11位セルジュルタンスさん、10位伊達氏さん、9位稲刈おじさん、8位井上義弘さん、7位テレビーさん、6位ジェリーさん、5位マッカさん、4位虫男さん、3位アチェさん、2位マカツさん、1位コアチェさんでした。ありがとうございました。ちょっとね早いんですけど終わりたいと思います。明日もお仕事頑張っていってください。学校とかお仕事も応援してます。バイバーイ。ありがとうございました。今日はちょっと喉がやばそうなのでちょっと終わりたいと思います。でも喋らなかったら大丈夫なんで、じゃあ配信を終わりたいと思います。ありがとうございます。体調は全然大丈夫です。おやすみなさい。